剣術体験はですね、事前に申し込むとですね、無料で教えてもらえるという、ね、素晴らしいプログラムです。これより剣術の体験を行います。よろしくお願いします。侍修行館を後にした一行が向かったのは手裏剣道場ですね。スローイングスターだ。あ、スローイングスター。はい。これはもうこのために建てたんです。お宝あったの。でもそのちゃんとした工法です。一行はですね、大通りに移動しまして、そうするとこうやって。お手玉をする、ね、パフォーマーの方がいて、大道芸みたいな感じですね。すごいね、分かりやすいパフォーマンスで喜んでましたね。まずは井田選手の長男がチャレンジしました。この手裏剣はですね、結構ちゃんとした鉄で重くてですね、一歩間違えばね、一歩間違えば気をつけて、皆さんぜひ気をつけてください。やるときは、おうまい、おー、見事だ。そうだー、見事。これあげる忍者、忍者の帽子。おで、その後はフィラ選手ですね。そうだ、フィラ選手上手でした。うまいな。手首がしっかり返ってます。お見事。これ5分の5100発100中でした。おはい、どうぞ。こっちの選手、頭が当たりますよね。おー、うまい。うまいな。お見事。伊藤選手、5分の4でした。ちゃんと行くの。はい、はいはいはい。ノーシューター。僕はシューターじゃないから、フックじゃないと思ってますけど。なんか志村けんみたいな動きしてました。スポット選手、左手のフォロースルーがすごいですね。1回600円で元に、ね、当たった数に応じて商品がもらえるっていうゲームになってますね。こういう方でやってみたい。平選手の長男も大人がやる方でやってみて一発当てました、ね、景品はお父さんがもらったやつを子供にあげる、授けるっていうね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、マリクロン、くの市が上がりました。おー、うまい、うん、おー、きたそうだ。おー、うまい、お見事。手裏剣道場をですね、後にしたいところですね。今、弓矢をやる矢場ですね。ここも1回600円で遊べるということで、弓矢にチャレンジしてもらいました。はい、では、狙ってください。こちらの的、ご飯。弓矢はですね、フィラー選手がすごく上手で器用なんですね。修学旅行の子供たちもね、ずっと見てます。3人が矢を射る姿を。ストット選手はなかなかこう的を射ることができなかったんですけど、最後に見事に矢を射ることができました。この的を射た本数に合わせて、ね、今日商品の前にですね、江戸時代にクリアファイルがあったんでしょうか。センスいいですね。後でお渡しになりますね。おお、いいね。シェイスの意外な才能が。ヤバを後にした一行はですね、また大通りに戻ってきまして、こうやってね、あのおまんじゅうもね、売ってるんですね。いろんな食べ物とか飲み物もありますんで、小腹が空いてもね、安心ということで、お休みどころ、ね、日光江戸村で一日楽しめるということで、素晴らしいですね。マスコイ、ネズミ小僧を説明してるんですけど、伝わってるんですか。大丈夫？大丈夫？ちょっと疲れ、ちょっと慣れない旅に疲れたみたいです。吉原のメインストリートである中野町を練り歩きます。あ、この中野町がメインストリートなんですね。まさしく江戸のスター的存在だったのでございます。おいらん道中というね、この。まあ、某、某ね、千葉のテーマパークでいうエレクトリカルパレードみたいなものですね、これはね。吉原には、花魁に相手にしてもらえない普通の男性客も多く訪れ、懐具合や自分にふさわしい格の女性と遊興するのですが、花魁と一緒に来ましたので、世話になっている花形女性の他に、花魁の誰々さん、という呼び方をしておりました。それの知事です。ネズミ小僧が驚いようになったみたいで、社交場の女性安全に余りと、それに関わる職業。オイラン道中を見た一行はですね、忍者カラス御殿、ここは忍者ショーですね、やってまして、撮影 NG ということで中お見せできないんですけど、正直これは面白かったです。ぜひご自身の目で見ていただきたいと思います。はい、ということでですね、忍者カラス御殿で忍者ショー見終わった一行ですけども、忍者のこう歴史をちょっとね学べるショーになってますんで、忍者ポーズをね覚えてますね。
ニンニン。You, ニンニン。Good? Would you want to fight with the ninjas? さっき出てきたのはね、主役の方がちょっとお見送りに来てくれてました。もうフィーラー選手の息子は強くなった顔してますね。ちょっとここで記念撮影タイムですね。最後にこうですね、忍者修行体験ですね、江戸職業体験の一つ、忍者足を運びました。ここはあの5歳から12歳のお子さんがですね、体験できるプログラムですね。手伝いで行こうぜ。それではこのものをちょっと、はい、わしがな、はい、どういう風にやるか手本見せるから。はい、ギブスで勝利。はい、巨大な手裏剣が、この手裏剣が動けるぞ。何だ、スターズ、これ怖いですね。これを通り抜けるやつ。よし、これをやってもらうぞ。 What are you gonna do? You ready? よし、ここだ。Yeah.よし、行くぞ、頑張れ。よし、頑張れ。よし、頑張れ、頑張れ。よし、先生、うん。Ready? さあ、行くぞ。Ready? Go! やばい。よし、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 見事にくぐり抜けた後のフィーラー選手の長男の顔がですね、すごい自信満々な顔になってますね。すごい凛々しい顔になってます。ネクストチャレンジだ。さあ、ここは潜入の修行だ。次は張り巡されたロープです。音が鳴らないように、この音が鳴らないようにくぐり抜けなきゃいけない。アスレチックですね。ゴールで、はい、hey, you can't touch any of the ropes. You gotta climb through. Let's go. こうや、お願いします。鳴らすなよ。あー、気づけ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 。当たる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 。 It's a training. おいでよ、おい。あー、これはあの壁、軒先をですね、壁沿いに丸く組んでですね。気をつけろ、気をつけろ。よし、いいぞ。よし、こうだ、こうだ。よし、こっちだ。でこうちょっと障害物が、ね、時々ありますんで、気をつけていかないと。これ気をつけろ、天井、天井。おいいでしょう。おまけおまけ、もう一回もう一回、ワンモアワンモア、もう一回。先生優しいですね。本来は最初からやり直したんですけど、ね、ここまで来たらしてくれました。さあ来い、ジャンプ。よし、そして忍者ポーズだ。あ、いいねいいねいいね。カメラに向かってにぃ。これ修行する前にですね、すごく不安そうな顔してたんですけども、ね、ちょっと修行を終えてすごく自信に満ち溢れた顔してて、子供の成長ってすごいなと思いましたね。We have it.立派な忍者になりました。
お次は忍者修行の館ということで、これ平行感覚を鍛える館なんですね。これちょっとね、画面上で伝わるかがわからないんですけど、まっすぐか斜めかぐちゃぐちゃですね。この建物自体がもう斜めになってるんで、あ、これはちょっと分かりやすいかもしれないですね。これもう本当はすごい斜めになってるから登んなきゃいけないんですね。これ子供が結構強いな。あ、この人が分かりやすいですね。おお、フォトル選手もね。おお、今日したいんだね。これはもう平行感覚がねびちゃびちゃになっちゃって、三半規管がちょっとね強くない人はね大変かもしれないですね。この江戸村の方はやっぱ慣れてるから普通に歩きますよ、これね。階段もすごく斜めになってますね。Yeah. Oh. すごっ。Are you okay? Yeah, I'm okay. It was. 2階まで登ってきて、忍者修行の館は終了ということになります。苦手な方は途中でね、外に出る出口もありますので、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。でみんなフラフラになってます、ね。はい、じゃあ今日1日ですね。この日光江戸村でいろんな経験されたんですけども、いかがでしたか？Oh, I think it was incredible. Just seeing all the different things, the different shows, experiencing some of the deeply inrooted culture has been amazing. Really like once in a lifetime experience. Oh, I mean, I've never, you know, worn, you know, any of this before. So just getting to dress up like this and kind of see Japanese culture was a really fun time. Favorite part probably was the ninja show. That was a lot of fun. But overall, just a great experience, great day, some great people. So good times. So des. Best samurai. Archer. Yeah. Yeah, no, I had a lot of fun, and I know my wife did also. It was so cool to get to learn more about the Japanese culture and the history as well. Watching the ninja show was very cool, learning about that aspect too, but just all of it, you know, the bow and arrow, the throwing the stars and everything was fun. And it's a beautiful landscape here too, so we got to see some beautiful, beautiful landscapes. Mm. 髪型もあってめちゃめちゃ違和感ないんですけど、すごい様になってるんですよ。Yeah, your hair like kind of like similar to the samurai style, yeah. Like a really like a. I wish my skills reflected that as well, but I got the look down. I gotta get the sword work done. それがこう。前世はそんなだった。What did you do? What did you do? Yeah, in my past life, yeah. Past life. I think it was a samurai. Yeah. That's from what I saw. はい、じゃあありがとうございました。Thank you very much. じゃあ失礼しましょう。Can you put on? Oh. It's kind of heavy, though. Is it heavy? Oh, it's heavy. Yeah, it's heavy. Where's the whatever? Mm.
最後こうやってね、あのお見送りしてくれて、おもてなしがね、やっぱすごかったですね。この日はですね、スコット選手、フィーラー選手、フォトル選手もですね、オフを楽しんでもらえたみたいですごく良かったなと思います。栃木県にはですね、こういう素晴らしいところがありますんで、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。